砲兵大将、エリショウ検証シでウドイツ陸軍における、階級小砲兵大将、ドイツ語、ゼネラル・デア・アーティレリー、省略系、ゼネラル・ディ・アートは、過去にドイツの陸軍に存在した階級である。現在のドイツ連邦軍では、ナトー階級符号のオブマイナス6に相当する、召喚が当てられ、砲兵の訓練と装備に責任を持つ、立場の者を指す。 砲兵大将は、ドイツの陸軍の砲兵化における、兵化大将であり、ナト o 階級不合ではオブマイナス8に相当した。将官としては3番目に、高位の階級であり、上には、上級大将と減衰しかない。現在の三つ星の将官にあたる。ドイツ国防軍においては、同様の兵化大将として、不評大将、三岳兵大将、公兵大将、高下両兵大将、 通信兵大将が置かれていた。旧来の法兵大将は、現代のドイツ連邦軍においては中将に相当する。東ドイツ国家人民軍には相当する階級はなく、大将に統一されていた。ドイツ連邦軍では、法兵下において、部隊の訓練と装備に責任を、追う召喚を指し、通常は、巡将が当てられる。法兵大将は、 法兵学校の校長の地位と関係しており、対応する役職は他の陛下にも存在する。この場合、法兵大将は階級ではなく地位を指すので、時には大佐が自身の陛下の大将になることもある。継承はヘアゼネラルあるいはヘアオバーストであり、ヘアゼネラルではインファンタリーとするのは階級を意味しないので正しくない。ありがとうございます。